どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっとね、声響いちゃうかもしれないんですけども、本日はですね、マリオットボンボーホテルポイント購入最大 50% 増量キャンペーンが来ておりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボーホテルポイントを購入していただくと、ボーナスポイントはね、すぐキャンペーンなんですけども、どうやらね、ミステリーボーナスみたいな感じになっておりまして、人によってね、増量数が違うっていった形になります。で、私はですね、残念ながら 40% 増量ということで、結構多分低い方だと思うんですよね。多分これ最大 50% だと思うんですけども、もしね、それ以上来てる方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、教えていただければな、なんていうふうに思うんですけども、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、ご自身が何%増量なのかね、チェックね、していただければなと思います。で、またですね、円安がね、かなり進んでいるんですよね。先ほど調べたレートだとね、137.96 円ということで、またね、140円台くらいね、行きそうなぐらい円安がね進んでいるっていう風になりますんで、まあ、今回のキャンペーンですね、ポイント購入していただくと増量ねもらえるわけなんですけども、おすすめできる方っていうのはですね、マリオットボンボーポイント購入していただいて5連泊ねポイント宿泊していただくと5泊目無料になるね特典がございますよね。まあこういったのをですね利用される方、またね夏休みとか年末年始とかですね、ホテル代が非常に高騰するねシーズンである方、またですねマイルに交換される方はですねいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、普通に購入してね普通にホテル泊まるっていう方はですね、ちょっとねなかなかおすすめできないね価格帯になってきておりますんで、まあこの点はね注意していただいて、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということでキャンペーン詳細ねいきたいと思います。まずですね、キャンペーン期間が2023年の7月3日13時59分、こちら日本時間といった形になります。公式サイトにね、時間書いてあると思うんですけども、私の方で日本時間に直しておりますので、この点はね、注意してください。で、今回の特典は、ポイントをね、購入していただくと最大 50% ボーナスポイントがもらえるキャンペーンといった形になります。で、条件ですね。マリオットボンボーポイントね、この増量を受けるにはですね、2000ポイント以上ね、購入していただくね、必要があります。で、購入上限が年間10万ポイントまでっていった形になりまして、ポイント付与が購入後72時間以内にね、付与っていった形になります。またね、マリオットボンボーホテルポイント購入するにはですね、入会後30日ね、経過しないとですね、ポイント購入することができませんので、この点はね、注意してください。で、またですね、今回マリオットボンボーポイントを購入していただくキャンペーンなんですけども、マリオットアメックスプレミアムとかでね、決済していただくと、ホテルでね、決済するとボーナスポイントついたりすると思うんですけども、このね、ポイント購入のキャンペーンに関しては通常っていう風になりますんで、マリオットアメックスプレミアムカードでね、決済していただいても、100円でね、3ポイント計算でね、もらえるっていう風になりますんで、この点もね、注意していただければなと思います。ということで、ポイント購入のね、1ポイント単価ね、見ていきたいなと思うんですけども、まずね、2つ出てると思うんですけども、片方は 40% 増量。で、もう片方が 50% 増量っていった形になります。で、50% の方でね、見ていきますけども、50% 増量だとですね、今回のボーナスポイント入れてですね、だいたい1ポイント 1.17 円ぐらいでね、購入することができるっていった形になります。ですので、ホテルで利用されるときにですね、1ポイント 1.17 円以上でですね、利用できれば、まあお得に利用することができるっていった形になるわけなんですけども、まあ国内のね、マリオットボンボーホテルね、かなり高騰しておりますんで、ポイントでね、利用していただくとですね、1ポイント 1.17 円以上でね、利用することもできるかもしれないんですけども、まあ今ね、マリオットボンボーホテル国内自体がね、高くなっておりますんで、まあちょっと国内で利用するっていうのはね、ちょっともったいないかなっていうふうに思いますので、まあできればね、海外とかで5連泊ね、ポイント連泊していただければですね、5泊目無料ね、利用することができるっていうふうになりますんで、私もね、年末年始でニューヨークでね、利用させていただきましたけれども、これはね、非常にお得ですので、まあこういった利用方法をね、していただくのがね、おすすめっていた形になります。で、またですね、マイルに交換する場合なんですけども、まあ、6万ポイントね、購入していただいて、6万ポイント一気にね、マイルに交換していただければ、2万5000マイルにですね、
交換することができます。本来2万マイルのところが5000マイルボーナスがねつくっていう風になります。なんですけれども、アビアンカ航空、デルタ航空、大韓航空、アメリカン航空、この4つに関してはですね、残念ながらこの500マイルのねボーナス終了したっていう風になりますんで、この点はね注意してください。でマイルでねお得路線ねちょっと考えてみたんですけども、まあ今まではですね、アラスカ航空の東京アジア間、最長デリーまでですね、こちら6万ポイントね、交換していただくと、アラスカ航空のマイルね、2万5000マイルになって、そのまま JAL のビジネスクラスが2万5000マイルでね、発券することができるということで、非常にね、ここはお得でスイートスポットだったわけなんですけども、まあ、先日ね、塞がれてしまいましたので、まあそうなってくるとですね、2万5000マイルで、ちょっとねおすすめできるっていうのはですね、ちょっと難しいところがありますかね。2万5000マイルでビジネスクラス乗れる路線っていうのは、東京香港のキャセイとかね、2万2500マイルでね、発見することができるんですけども、本当にここぐらいになってしまいますかね。はい、ビジネスクラスだと多分ここぐらいですかね。まあエコノミークラスであればですね、アラスカ航空のマイルで東京香港のキャセイ1万5000マイルとかね、アラスカ航空マイルでね東京台北キャセイのエコノミークラス1万2500マイルとか、東京ハワイのね JAL のエコノミークラスで3万5000マイルとかですね、あとはユナイテッド航空のねマイレージプラス、こちらに交換していて東京アメリカ本土ね3万5000マイル、またユナイテッド航空のマイルで東京グアム路線ですね1万6700マイルとか、まあここら辺もねいいかななんていうふうに思うんですけども、まあポイントを購入してマイルに交換するっていうふうになりますんで、まあここはね結構緻密な計算が必要になるかななんていうふうに思いますかね。ビジネスクラスだったらですね、もう結構一択でねお得になる場合が多いんですけども、アラスカ航空のねスイートスポットがね塞がれてしまいましたので、まあビジネスクラスだと東京シンガポール区間、ここアメリカン航空のマイルですね、3万マイルでね JAL のビジネスクラス、ここはね未だに乗れるんですよね。まあここはねスイートスポットになるかななんていうふうに思うんですけども、まあ3万マイルなんでね6万ポイントだけじゃ足りないんですよね。しかも先ほど言った通りアメリカン航空はですね5000マイルのボーナス、対象外になってしまいましたので、6万ポイント購入していただいても2万マイルにしかなりませんので、まあそうなってくるとですね、ここで JAL のビジネスクラスね発見したいってなると、またプラス1万マイルね必要になったりいたしますので、まあお得にはね利用することができると思うんですけども、ちょっとね必要マイル数はね増えるっていった形になりますかね。まあどれもですね、ネイサーチャージがねかからないんで、まあお得には利用することができると思うんですけども、かなりね比較がね必要っていう風になりますんで、利用されたい方はですね慎重にね利用していただければなと思います。まあ個人的にはですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、ここに交換していただいて、まあアメリカ本土ね行きたい方はねここがいいかなっていう感じですかね。やはりねユナイテッド航空の前ね直前で底根付近でねマイル数で発見することができるっていうのはねかなり大きいですよね。でまたですね、ちょっと多めで取ったとしてもまたね再検索するとですね、必要マイル数下がった便とかもね出てきたりするんですよね、ユナイテッド航空のマイル。まあ前回のねゴールデンウィークのロスとかねまさにそうだったんですけども、最初はね高かったりするんですけども、またねまあキャンセル等々もあると思うんですけどもね、必要マイル数が下がったね路線とかも出てきたりもしますんで、でまたねユナイテッド航空の場合は変更キャンセルね無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあこのねユナイテッド航空のね底根でね直前で発見できるっていうのはねかなりおすすめポイントですかね。またアメリカン航空ね、先ほど言った通りねボーナスマイルねつかないわけなんですけども、今からね7月の終わりとかのね東京ハワイ路線の JAL のエコノミークラスになりますけども、まあ、ここら辺もねまだ3万2500マイルとかでね発見することができますので、今からですね夏の予定とかねハワイ行かれたいとかね思ってる方はですね、ここら辺に利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。東京ハワイ路線とかですね、なかなかいろんなねマイレージサービスありますけども、まあ日経はほとんどもう取れない、もしくは JAL の場合は非常に必要マイル数が多いで、外資系は塞がれているみたいな、まあ、そんな中なんですけども、いまだにねアメリカン航空とかね7月の末ぐらいであれば取ることができるっていう風になりますんで、これもね直近でね利用されたい方限定にはなってしまうんですけども、まあこういった感じになりますかね。
ということで今回ですね、マリオットボムホテルポイント購入最大 50% ボーナスポイントキャンペーンがね、来ておりましたので、解説させていただいたわけなんですけども、本当にね、また円安がね、ひどいですよね。はい、137.69 円ということで、まあこれね、週末に取っているわけなんですけども、本当にまた週明け140円とか行ってしまうんですかね。せっかくね、ちょっとね、戻ってきたところでまた上がってきておりますよね。ちょっとね、本当にこのポイント購入系、為替レートにね、本当に影響を受けるんでね、ちょっとね、どうにかしてほしいですよね。まあ、こんな感じで言っちゃうとね、またサージアージもね、戻っちゃったりもするんじゃないかななんていうふうに思ってるんで、円安どうにかね、なってほしいですね。はい。ということで、あ、そう、言い忘れましたけども、いつもね、言ってる通り、もしね、マリオットポイントね、購入される方はですね、トップキャッシュバック経由してね、購入していただくとですね、2.5% 還元ぐらいね、取れますし、またね、ペイパルで銀行出金とかね、エスタとかね、払えたりもいたしますんで、もしね、購入される方はですね、経由して購入するのね、忘れずに利用ね、しておいていただければなと思います。利用方法ね、ちょっとご覧に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。